パジャマでございます。昨日に引き続き応援をゲットするためにジャマ頑張ります。昨日でも気づいたんや、俺も動画を見直して、応援が欲しい言う割には応援にゆかりのあるものを何も身につけてなかった。今日はこのレアルマドリード、これや、まあ、リバプールのユニフォームはなかったから、まあ、レアルマドリードのユニフォームになったわけだけども、絶対引いてやる。これで応援が来るはずや。バランはアーセナルだけだっけ。バラン、アーセナルの、あー2年ぐらい前にアウェイのユニ、バランじゃない、バランじゃないから。誰だこの人は。あ、フェラーに来たじゃん。ちょっと確認しとこうか。昨日の動画見てない人もいるだろうから確認しておこうが、ジャマはこのビエラ、そして応援を狙っています。この2枚抜き、2枚を抜いてボンバーと。あとはいないよな、うん、あでね、ちょっと今ゲットしたレジェンドはこのロビー・ファウラーとマクマナマンだけかな。うん、下からね、総合値下から来てる。ただ次は応援、下から確率がね、中で、まあ、多分一緒だろうけど、なんか知んないけど下から引いちゃってる。ふんふんふん、レジェンド引くまで終わればけんじゃーい。ふんふん、本当はさ、サクッと引いて5万円ね、デビットカードに入れてきたの。首が痛いで、5万円クビットカードじゃない、デビットカードに入れて、でまあ1万円ぐらいでサクッと引いてさ、残り4万円でアマゾンのタイムセールでなんか買っちゃおうみたいな。日頃のご褒美にデブなんか買って心をリラックスアイテムとかね、あー気持ちいいみたいな、首の周りに巻いたらなんかこう、あー気持ちいいみたいなやつとかを買おうとしたんだけど、これもう2万円目突入、しかももうそろそろアマゾンのタイムセールも終わってしまうという地獄のような日々。そして昨日お話しした鴨頭さん、結構みんな見てたな。みんな見てたな、みんな。みんなマジで。まあ見ていいけど、自己啓発って何なんだろうね、本当ね、どんな人が来るんだろうね。まあ、能力が高い人は来ないだろうね、自己啓発。まあ、能力が高いけど心を病んでいて力発揮できてないとか自信がないとか、そういう人なのかな。かアホ、アホが多い、アホが9割じゃないかな。オプソン、あメンディー、あ違うメンディーだ、それ眉毛家さんがなんか FP のねサイドバックメンディーかなんかをめっちゃ強えっつって使ってるよね。確か能力見たらなんか痒いところに手届いてて、あ割と使えそうやなみたいな。まあでも金ベンベには勝ちませんわ、金ベンベザコナブコンビには勝ちません。あ黒きた、ラガジー、ラガジーだー、ラガジーか。まあ別にね、ラガジー、あれラガジー何人目だ、食わせてる感が満載ですな、もうすでに食わせてる感が満載だ。まあ、正直黒くても何も思わない、なぜなら私はレジェンドが欲しいからです。レジェンド来ないかな、レジェンド来るまで終われませんでしょう。とりあえず2体引かなきゃいけないからね。かわいい、かわいい顔のボックストライカー来ました。なんかボックストライカールカクをさ、既存でルカクを使ってみて、あれこれボックストライカーワンチャンあるみたいだ。大体やっぱセンターフォワードさ、ラインブレーカー、ラインブレーカーで来てきましたやん、私たち。ボックストライカーワンチャンある説あるみたいな気がするね。クロスの成功率がちょっと違うような気がする。その辺、どうなんかどうなんかですけど。うん。まあ、ちょっと、マイクラブで誰なの？誰なの？ボックスストライカーで一番強いやつ。イブラもいないし、ルカックになるのかな。パーン、キンパー、
キンパーパーキンパーキンパーパー、誰だこの人、寄り目だな。ジェンクトスンだって、有名なのエバートン。ジェンクトスン、スティーブン・デイビスの方がサッカーうまそう。そろそろレジェンドのお出ましでございますよ。黄色に光って水飲みます。アニョハセヨー。ボールが金じゃないんだよね。そう、あの昨日コメントでめっちゃ突っ込まれてたけど、あのね、ボールの色でデルピエロじゃないのはわかるだろうみたいな怒ってましたけど、まあサッカーゲームあんまやってない人とかでもね楽しめるように私は動画出してますので、まあね、そういう人からしたら、初見の人でウイレやってない人からしたら、ボールの色で誰が来るかどうかとか、もう誰が来ないっていうのはね、エンクンク来た、かわいい。あんまりね、そこでうわー金だわみたいなのもあんまよくわかんないだろう。まあそうしてきたというのと、まあ上でやり込んでる人からしたらね、僕がね球の色で誰が来る来ないを把握してないわけないみたいな、そういうことはね分かっていただけるかなと思いましたが、怒られちゃったので謝罪会見を、午前中開かせていただきましたね。日本記者クラブで誰も来ませんでしたよ。初めてだったんじゃないかな、日本記者クラブで記者ゼロの会見。逆にでもなんかいろいろできてよかったですね。うん、でクリエーション館長さんがね、日本記者クラブの館長さんが記者となってですね。おお、黒来た、あれグリーズ的な、グリーズ何人目てか、スパイクかっこよくない、グリーズのヒュンダイ。グリーズもね強いんだけどさ、 FP、 おおこんなことってあるの、ビエラの、ビエラがボール持ってる、サムネよ、サムネどうすんのよ、どうする、サムネマジかよ、あ、このパターンあるか、このパターンあるか。能力見てみましょうか。47まで上がりまして、192ハートブレス、でかい。17上がるから23上がるね、23。ボールコントロール85、ドリブル82、まあ、決定力82強いね。ヘディング91、ディフェンスセンス87、ボールタッチ85、キック力85、スピード86、瞬発83、ボディコン84、フィジコン94、ジャンプ88、まあ、全部2上がった時ですけどね。スタミナ94、強ないですかこれ。ジグラダン、ヘッド、アウトスピン、ロング、マンマーク、インターセプト、キャプテン、強いよ。 OMF もつけれるんだ、適正。いや、このパターンあるか。ちょっとレベマにしてみよっか、レベマにしてみるか。サムネどうすんだよ、ピカーンってやつサムネにしたかったのに、サムネどうすんだって話よ。育成どこだ、ちょっとテンパってるわ。このパターンあるか。え、ってか応援も全然そのパターンあるよね。黒来た後に応援連れてきたよみたいな、チャマくん応援連れてきたよみたいな感じで、グリーズマンがさ、チャマくんビエラ連れてきたよ、こいつ好きだったよねみたいな感じで、いやー、そうですけど、そうなんですけど、グリーズマンさんおせっかいだな。まあ47だからレベマできるんじゃない、これできないかな。でももう1万円分引いてるしね。ポジション、あ、オリバーバーク、かわいい。あれ、これ何、総合値順じゃないの、え、総合値上でこれ、あ、違う、逆になってんのか、びっくりした、だよね。まんじゅキッチ、まんじゅ、あ、ベイルね、ベイルはベイルに食わせるか。フェルナンド・ガゴいるかな。100、プレーメーカー、プレーメーカーってどうなの、プレーメーカーってなんかいいことあるかもしんないね。ちょっと一回取っとこう。ルーカス・パケタとかも育てたかったけどね。30、
こう上がると、ディフェンス60、ボールダッシュ、62、スピードがうるさいぞ91。あ、この人強いんじゃない、この人やっぱ育てよう。ルーカス・リマは、あ、でもルーカス・リマの方が強い説ある。スピシュンはパケタだけど、ボディ、あ、でもボディコン低いな、この人。中盤でボディコン低い人ちょっとやだからな。あ、ルーカス・パケタだな。ていうか45までしか上がんないじゃん。ルーカス・リマ入れよう。ルーカス・リマをビエラに食わしていこう。あとは、あとはだ、フィーゴ見逃してやるか。この人 FP だよね、エレーラ。いや、これは食わしていこう。ここはもう心を鬼にしてさ、使わない人持ってたってしょうがないんだから。だったらよね、え、あ、この人ね、エミリアのサラ強そうでしょ。まあまあですから、まあまあです。あ、ナインゴロンも残ってるね。あー、コンパニーか。コンパニーでもセンターバック、まあ行こう行こう、行ったんだかも。デレアリも行こう、うん、ベルナルド・シューバも行こう。あとは、あ、ファビーニョは行こう。もうファビーニョだってレベマにしてもソン・フンミン行ってくれ。あー、行ってくれ。ここは3名食わせよう。マクマダマ、いや、レジェンダー一応記念で取っとくか。いや、この辺デンベレ際どいな。いや、使えると思う。トリッソ、トリッソからの、トリッソどうなの。いや、まあ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 、あ、エンゾンジね。エンゾンジダブルでいっちゃう。ここダメだよ。エンゾンジダブルからのダイヤ、シティベ、ジェンバレン、アンデル、パンパンパン、ワイヌーディン、ウォルコット、ベインス。あー、ダニー・ローズも結局いっちゃうんだよね。あ、リンガードか、リンガードか。これだけいったらもうどんぐらい、あ、これいくでしょ、いかないかな。40いくでしょ。お願いします。ビエラどこですか。ビエラ総合基準にして、ポジション順だから、セントラル、セントラルでビエラ。ビエラといえばもうね、あ、どこだ、あれ、セントラル総合値80ぐらい、え、あ、 DMF ならもしかして適正なんかいたぞ。もう2018、上で2018でビエラが来てから爆連勝街道だったからね。これで爆発してくれ。4万9000か、爆発せず。 OK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 。 まあでもあと7ぐらい。はい、爆発、はい、爆発お願いします。お、42、あ、全然足りないね。あと5でしょ。あ、全然足りないわ。意外と大食いなのね、パティリック・ビエレちゃんは。あと、47だっけ、4か。この時点でヘディング91、ディフェンス88、ボールダッシュ85、キック力86、スピード86、瞬発83。このデカさでこの足の速さ、際どい親父やな。よし、もう残りいくか、全部もういけるやついこう。もうあんまいないから、あんまいない説あるけど、もういこう。それはどこら辺からだ、この辺から、デンベレ、ここはいいだろ、ここの辺もいっちゃおう。もう、あー、オーウェンに食わしたいね。お、あれ、オーウェンに食わしたい気持ちすげえ出てきた。あー、コウチーニョか。いや、ちょ、ポジション違くね、ポジションの並びでポジション順にしてるでしょ。セントラルとか OMF、 あ、ポグバは、え、俺これ使った、あ、ダメだよ、ポグバまだロックしてないだけだから。マチューちゃんは、ここだ、ここ、こう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 、はい、こう、あ、結構いるじゃん、あんたたち隠れてないで出てきなさい。あ、これいくね、これいくわ、これいく、これいく、あ、全然いくよ。あれ、フォワードの選手やらない方が良かった説ある。レベマラバーラババララバー、レベマラバラバラババーバー。 DMF なんだね。どっち、そこで使った方がいいのかな。グスタボいなくなっちゃうけど、グスタボの1個前で使いたい気持ちあるけど、どうなんだろう。爆発しろ。45、
フィジカルコンタクト95、スピード87。バラリラララバラララ ラ, ラ爆発しろ。あんよ。はい、あとは6000足りるよね。あ、全然足りるわ。ちょんちょんちょん、爆発しろ。はい、痛い痛い痛い。はい、ということでパトリック・ビエラ、この安定感、まあ、グスタボどうなんだろうね。ちょっと迷いどこだね。最近カンテをここに置いてるっていうのもあんだよね。やっぱグスタボ足遅いからね、あの押し込まれた時の守備がパーパーなんだよね。こうなります。ワンツースリーってことで、まあ、ドリブル系パス系はもうパトリック・ビエラの圧勝。あ、パスはでもグスタボの方がいいね。決定力はやっぱ82っていうのは、まあ、これ考えるとやっぱりちょっとね、グスタボより1個前の列のところで使ってもいいのかなっていう気がするよ。でヘディングは12、ディフェンスセンス、ボール出しもまあそんな遜色ない。ただね、何よりスピードで言えば7、瞬発で言えば4高いと。でボディコン3、フィジコン8、ジャンプ9、スタミナ95、何よりのスタミナ95、身長も192、年齢も6歳若いと。そして、ジクルタン、ヘッダー、アウトスピンキック、ロングスロー、マンマーク、インターセプト、キャプテンシート欲しいということで、グスタボはワンタッチパスあるな。ワンタッチパス、バックスピンロープ、マリーシア、こっちアウトスピンキック、ロングスロー、ヘッダー、ジクラタン、結構微妙結構微妙じゃないこれ。どっちがいいって結構微妙じゃない。まあただ身長192でフィジコンが高いよね。うん、まあグスタボも高いけど、フィジコン95だったら結構なグイーンを見せて、あ、ジャンプ88は鬼だね。俺これ一人前、一列前で使いたいんだけど、マチュイリーとかカンテのとこで。どうなのかな、微妙いかな。やっぱでかくて速いやつがさ、カンテもいいけど、カンテはでかくないじゃん。フィジカルでグイっていうのはできないじゃん。そこをやっぱグイってでかいやつが、ドスドスドスって追いかけ回してきたら結構嫌だと思うんだよな。マッチュ、あ、バリオス今週いらんかな。バリオス今週お休みしよう。FP だったら使ってたんだけどね。これなんじゃないの、これ重すぎるかな、中盤。どうなんだろう、マッチ ED と、あ、でも全然スピードとか速いんだよね。ただ身長の差があるからね。パス下手なんだ、ビエラって。マッチ ED にも負けてるよ、パス。パス結構下手だね。って考えたら前に置きたくないか。いや、悩ましい。悩ましいな、これ。グスタボな。ただ、グスタボで足が遅いっていうのは本当にそうなのよ。足が足りてないように感じるのは。で、グスタボの良さってさ、押し込んだ時に、こっちが攻撃で押し込んで、ボールを取られました。で、相手はさ、もう、フォーメーション潰れちゃってるから、もう前に蹴るしかないっていう時に、その前に蹴るやつを全部ね、グスタボ取ってくれるんですよ。アンカーでなんか勘がいいから。ただ、そこで取ったところで、相手は、こう、なんて言うんだ。潰れたまんまの陣形でもう一回守備を受けるだけだから、状況変わんないんだよね。ややこ長続きするだけなの。ただ押し込まれた時に、こっちが押し込まれた時にボールを取れる人でボール取るじゃん。でそっからカウンターつなげれたら、相手は自分の陣地に守備の人がそんなに残ってなかったりするから、一点物が多いっていうのは。ああ、難しい。まあ、ちょっと使ってみないとわかりませんけど。まあ、ビエラ、なんとかゲットしました、と。若干不本意な形でしたが。ああ、まあ、ちょっとね、これを見せていきたいと思います、ね。まあ、4日だから明日、ペスリーグ終わるから、明日の夜、月曜から、ビエラ、そしてオーウェンゲットして、必ず、見せつけていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。まったねー。まったねー。